ただいま。ごめん。あ、いや、こっちのことごめん。部屋が狭いことによる不幸な事故は発生してしまうのです。まあ、僕にとっては別に不幸な事故ではないのですが。というわけで、引っ越しすると様々なメリットがあるということ。プロジェクターを買って映画館のような臨場感で映画を見ることができます。いや、確かにそれは魅力的だが、それだけでは。さらに壁一面に本棚を設置し、お気に入りの DVD を並べたりもできます。それは漫画もありなのですか？もちろんありです。なんと。でもやっぱりお金もかかるし。